先生、先日の進化発展型と平和安定型なんですが、これが神社とつながってるって本当ですか？つながってるんですよ。どういうふうに？そう、例えばね、神社のやれを見ただけで拝みか女神か分かるって知ってる？分かるんですか？分かるんです。では聞くよ、この神社は拝み女神どっち？拝み。そう、正解です。でこれなぜ分かるかというと、ここにクロスのような、ね、こう木があるよね。この木の先の方、これが垂直だったらこれ拝みなんです。水平だったら女神なんです。そうなんですね。そう、そしてこの屋根の上に丸太みたいなものが乗ってるよね、はい、これをね、カツオギと。カツオギ。そう、このカツオギの数で分かる。これが奇数だったら拝み、はい、偶数だったら女神になるわけ。そうなんですね。そう、ところがですね、時の権力者が入れ替わったことによって神様も入れ替えられたという歴史があったり、そういったこともある、はい、つまりね、神社に行った時に奇数なのに女神、偶数なのに拝みと思ったらウィキペディア、はい、でそこで調べると、あ、なるほどと、歴史にそういったことがあったんだということが分かる。こうやって教養を身につけることによって旅もさらに大きな喜びに変わる。つまりね、目に見えるものだけが豊かさではない、目に見えない教養、こういったものを身につけることによって実は豊かさというのは手に入れられるんです。さらにこの豊かさは使ってもなくならない。さあ、あなたにとって大切な豊かさとは何ですか？